はい、というわけで、アッカレトリレに来ております。もうスレミーの小屋のやつはもう飽きたということで、現在コログが915匹、地図のパーセンテージが、93.61% まで来てます。あと 6.9% 違うな、6.39%埋めればいいということなんですが、もうどこを埋めていいか分からない。とりあえず探索が甘かったなっていうところでも行ってみようかってところです。よろしくお願いします。いやー、コログがですね、900でやっぱり終わらないんだね。扇風機、扇風機、台車、そう、こういうのの誘惑に負けずにね、やっていく。お、ルミだ。なんでここで消えたの？あ、あるな。そしてチェックマークはついてるな。どこに入ったんだやつ。うるさいな。どうだ、これか。で、ああ、これは明かり掃除じゃダメなんだ。ああ、輝き。これで一回よしで、全然通じねえな。これだよ。これ。出るとこ決まってるから立ち寄んなきゃいいんだけど、こういうところは探索ができなくて辛いですね。さて、さっきルミーがいた場所は、おりや。違うか、こっちか。自分で見つけといてもういろんなとこ行ったから分かんなくなっちゃうんだね。ここらしい。だけど、ここに入り口がない。
ああ、こっから入ったのか。そうか、そうか。ラムだ。だけど、取ってある。あれ倒してんのかな。ああ倒してないんだ。ああじゃあこれ飲んで装備で。雷向こう。雷向こう。あった。装備して。あ、撃てない。当たんない。くっそ。雷撃は何来るんだよ。一緒か。ああ、それで上昇気流に乗るの。あれ？あれ？一瞬で消える？もしかしてこれ。ああ、乗りつかないといけないんだ。おいし。あ、外した。よいしょ。装備がなんとかなってっから取れるけどさ。よし、倒したぞ。これでパーセンテージ上がんの？いや、上がんないよね。これは倒しても意味がない。だから、地形とかを、アッカレ大橋とか、コロムも結構取ってるでしょ？まあ、抜けてると思うんですけど。これか。西アッカレ、東ミナッカレ、ミナッカレの滝、なんかあるっけな。この辺か。この辺見てないから、この辺行きますか。早く、コログをさ、
全部見つけて、このコログのお面外したいんで、ああ、つけてないや。コログのお面、ああ、もう、センサーついてるつもりでね、こうやって、見つけてない時があるからね。気をつけない。本作まだわかんないけど、まあ、とりあえず1000体はいるんじゃないの。もしかしたら999匹かもしんないし。どうなんでしょう。発売からそろそろ4週間経つかもしれないですけど、なんつったらいいの？攻略サイトとかはもう数を、確定させてるんですかね。僕が最初の頃に調べたときは、コログのあれ何にも分かってない状態でしたけど、今どうなってることやらですね。ここに道具があるってことは、いやでも使えないやつか。布かぶってるやつは使えないんだよ。あるよね、あるよね、あるってことは、っていう読みを しないともうダメになってんだよな、これ。えのきな工務店作業場？ああ、こここうなってんのか。あれ、昔ここに道あったっけ？今攻撃力アップがあるから、なんか敵とか出てくれてもいいんですよ。出ないか。そう、だから人に話さないと、イベントが発生しない可能性があるから。ここは入ってんだよな。テンテケテケテケテン。一応見えるんだね、滝壺のところの祠。ここの調査員もいなくなってんだよな。木田さんの作業場だって言ってるでしょうと。わかりました。この人しかいないのかな。探索が甘いんだよな。あれ、上に行かれない。あ、本当？上に行かれないのこれ。あ、行かれない。こっちにいるラリーの名手の人は風呂取りに行っちゃってんだもんな。
郷ご料理食べよう。僕この裏側にあるやつはもうほんとずるいと思ったな、ボログな。どこだっけ、どっかにこの裏側っぽいところにあったんじゃなかったっけ。あ、裏側じゃない、てっぺんか。あれはまあでもレースしたら反応するか。滑空だ。あれ力の泉でしょ。この辺と今だからセンサーに反応してないんだからないんだ。これ何？操縦桿にソリ。ああなるほど。ここにこれがあるってことは、何かをしろってことだろう。ここで センサーが反応しない あここにもある。あでもえのき田が近いからこの辺はいいのか。あこういう時は高校料理があると楽でいいよな。一瞬だけ通り過ぎてもコログが反応すればねいいわけだから。なんでここに馬がいるんだ。うん、どうして君がいるのかな。ああはいはい、ハーネスつけてるってことはコログ運んだんだな。ああはいはい、なるほどなるほど。これハーネスつけてから遅いんだよな多分な。スピード5の馬なのになんでこんな遅いんだと思ったけど、ハーネスだな。大丈夫？大丈夫ならいい。
考えつく限りのことをやってく、やってくよ。やむや。未確認生物。ああ、ドンゴの話ね。あ、そういえばドンゴに夜行石食べさせたまんまだな。ん？プリトスさん。イベントは発生しない。鳥居村がね、なるほどね、復活したんだと。あ、これが化け物ね。はいはい。よう、つやちゃん。あ、寝るの。何時？あ、夜の7時。パリッセさん。うん。ああ、一撃で壊せよってやつな。一度くっつけたら外すの大変。お？市から村に分解屋さんが、はい、ありがとうございます。テリーは？テリー？あ、ってことはもうこのマーク外していいんだな。あれ、テリーがいない。あれ、なんでテリーがいないの。あれ、なんか見逃した？テリー、いやいや、あれ、テリーがいない。あれ、ここいないんだっけ。いや違う、テリーは歩いてくるはずだから、どっかにいるはずなんだよ。あー、いたいた、ここか。ここにあるのね。大丈夫だけど、こんなもんか。あ、枯れ取りでもうちょっとぐるっとしますか。わからないのが、ラムダの財宝がまずわかんないでしょ。あと、メガネ岩の笑ってる写真くれっつうのもわかんないでしょ。で、ミニクエスト30残ってるでしょ。どうしろっつうんだよ。取りであった。
これは発見じゃない。ほう。よいしょ。あ、そうそう。あの、RTA があれでしょ？ゼルダの伝説で 2%。1時間切りで今55分の記録になってるって言ったかな。見てみたんだけど、もう訳が分かんなかった。あ、落ちた。戦ってる。いや、吐き人が残ってんの。あれ？落下ダメージで死なないのか。はあ、高い。ああ、モリブリンは死んでんだ。よいしょ。はい、せーの。あれ、まだ残ってた。あの高さから落ちて生きてんだからな。どうだ？あれか。あー、飛んじゃった。100ルピー。うん。はい、ありがとうございます。さて、ここでもうストーリー超追っかけてたから、この辺の探索をしてないので、探索らしい探索をしよう。錆びたやり、あっちはいい。看板が切れる伝統いいね。こっからあっちに飛ぶか。ここにあるの？なんでだ？テントがある。なんでだ？
時間指定かな。昼ならいるとか。しまった。裸のイベント終わらしちゃったから、もうないのかも。そうそう、この天空の岩が落ちてくるとさ、この地上の岩にさ影響して、このまだら模様になるんだよね。つまりはリンクも天空の力をこう右手に宿されてしまって、これで体にあのタトゥーができちゃったんだよね。そういうことだと思うんですけど、岩がだから侵食されてんだよ。だから拒否反応が出てんだよ。あれこれ暗い。マキウス。ああ、あれでもやっぱりちょっと少ないのか。うわー、オルトラさん、オルトラが今出てきたのか。こっから出てきてるんでしょ。まあ角とかあるからもういいかと思ってたんですけど、これで間に合うか。いける？今んとこ縦運動だから追いつけるかな。いけるか。はい、これで初期装備だともう無理です。朝の4時。でもこれあのオルドラ狩りとかを定期的にやろうとしても無理なんだよね。その焚き火で夜を越せるのには限界があってさ、あの同じところに貼ってあの3日おきぐらいにしか出ないのよね、このオルドラって。そろそろ行けるか。それはちょっとどうなと思っちゃった。はいはいはい、行くぞ行くぞ。どうだ、行けるか。あー、行ける行ける。暑い暑いから、あれなんか焦げてんな。何が焦げてる。ああ、これか。
これ背中に乗れるんですよ。知ってました？ブレス・オブ・ザ・ワイルドだと乗れないからさ、しばらく気がつかなかった。だから角をこう狙うときはさ、お、来た。これです。これ集めてなかったんだよね。だから今から集めないと素材として必要なときが出てくるから。で、これ復活するのには多分ゲーム時間のリアル時間が必要だ。気づかないよ。まさか、まさかオルドラに新しいアイテムが用意されてるなんて。はあ、びっくりした。ちょっと痩せた？オルドラさん。で、僕は角だけ欲しいから、角に向かって打つと、これでいいんだね。ありがとう。これやっぱロケットかなんかで一回距離稼がないと無理だな。あ、だってワープしてここ来るじゃん。この高さでしょ。いけんの？タイミングが合えば飛ぶ？無理か。ああ無理だな。なるほど。いいな。ああ、でもここやってないのか。うん。迷いがいるのね、ここね。よっけー。あとで行く。だからロケットで縦方向に一回上に行ってから中離でタイミングがつく追いつくぐらいしかできないんだろう。まあ毎回あの高さで飛んでくれるわけでもないし。カブトムシとかこの辺いないのかな。そう、うるさいか。やっぱこれだとうるさいか。カブトムシとかいないの。剣カブトはわかるんだけど、でも頑張りカブトあっちか。昔はここで取れたんだけどね。今は取れないんだよね。お、赤だ。次はどこへ？リュネさん。私は古いものに目がなくて歴史をめぐる旅をしている。アッカレ古代研究所の話を聞いてきた。ああ、はいはいはい。古いもの好き？
そう、古いもの、古の時代を生きてきたロマンあふれる者たち。次は何を見に行こうかしら。絶滅した巨大クジラの化石が発見された。3頭。ああ、知ってるよ。写真も撮ってるよ。オルディン地方にいるクジラちゃんに会いに行こう。ちょっと地図見せて。はい。ちょっと待てよ。この先近寄るべからず。これちょっと転ぶの諦めよう。あと今昼間だからいないのか。夜だと出るのかもな。あそこにも人がいる。あ、これはいい。あれどうせ銀河なんだわ。あ、一回ここで夜にしてで行ってみよう。やんや。もしかしてこれ馬宿回ってあれか、未確認生物の話を直してあげなきゃいけないのかな。ああそういうことじゃないんだ。噂をこう打ち消していくのかと思った。で、ああテリーここでお店開いてんのね。はい。やいや、さあ。やはもういらない。わお。やいや。イエイ。で虫を飼うとうんちくを四行ぐらい話す。よし、じゃあ夜にしよう。で、ここで頑張りカブトが取れれば。やーんやーん。やちょうど雨だし、いいんじゃないかな。一応雨宿りするんだね、この人。これじゃわかんないや。迷いから、カブトムシに変えて。違うのか。じゃあこっち、頑張りカブト。
反応しないな。ここに兜出なくなっちゃったの、もしかして。一応思いついて、頑張り兜があった方がいいかなと思って。ないな。まだね、鎧兜一回も見たことないんで。ない、ない。ないな。剣なのかな。探して見つかんないんじゃな。ないんだろうな。ないんだな、多分な。よし、じゃあ迷いにまた変更して。ああ、ワープで来ればよかったのか。お、珍しい。50ルピー落とした。った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 い。北カレカイン。ほう。壊れた。壊れかけになったらもう危ないから。うわ、広い。待って、広い。よしよし、見つけた。え、ちょっと待って、ヒノックスじゃん。下も弓しか持ってない。マジで。あ、両手剣もある。はーい。じゃあ、これを出して。両手剣と弓？あ、OK の剣もある。よし、よし、迷いが反応してるぞ。上。
あー、いたいたいた。あー、これは、キース。よし。いくつ取った？お、88まで取ってる。よし、いいぞ。さて、雨が降ってて、あそこに抜けるにはどうしたらいいのか。張り付きか。いやー、でもなー、ルートがなー。あー、ロケットうまく使えばいけるかな。こっからロケット。あとは貼り付きでなんとかいけばいいんじゃない？よし。行き止まりか？これ、ローメイ遺跡だな。ローメイ遺跡から行った方が早かったんじゃないか説だな、これ。どうも。で、ここにあった宝物がないわけでしょ？あ、そうか、これか。これがかなり遠い方向まで押さえてくれるから、ここで白い光の反応がないんだったらない。透明降りてこうか、でこうか。だから、なるほど。あ、でも、ちゃんと行きましたね。ローメイ遺跡に、地下から行けるルートが一応作ったぜってことなのか。そういうことか。はい、取りますよ、通りますよ。で、こっちか、こっちに抜ける道が。戻ってる。戻ってる。あれ、一本道か。ああ、戻ってきちゃったな。違う。なんか湖に左手に抜ける道があったじゃん。これ。そうそう。あれ、これしかない。何？ああ。ここで通れる。いやー。今ちょっと期待したんだけどな。
蛮族の下装備とかがもしかしてあるかもと思っちゃったんだけど、あそこはないんだな。ここだけ色違うのも気になるしな。コログしないってことはない。陸路終了、終了。いや、終了してないか。行けなかったらワープ。ああ、はい、行けない。なんとかして陸路で行こうとするとこっちに抜けんだな。で、大化石は一回行ってんだよね。ここだ。ああ、もうワープで行けんじゃん。ワープで行っちゃおう。お料理食べるかね。逃げられんな。おー、なんでこれか。消えたな。どこで反応した？ああ、こっちか。こっちか。なるほど。あれ？ん？なんでここでだけ反応するんだ？反応してるってことはあれか？あそこか？通れない？通れない？通れないルーフ。どこまで行っても通れない。オルディの大化石に何かするとか言ってなかった？誰？
あれなんか女の人みたいなのいるんじゃない？そしてコログがいない。あ、光ってるからいいのか。あれ光ってない。もう何？ここだ。いないよ。まあいいや。じゃあまず先にコログ行かしてください。忘れちゃう。あれこんなに骨綺麗だっけ昔のオールディン。ブレワイのオールディンの化石もうちょっと茶色っぽかった気がするけど、あれかな、高原の魚。ほら、知ってる。よーし、いいんじゃない。ほんで問題は人間がいないってことなの。あ、これ奥田か。ちょっと待って。岩奥田でしょ。あ、特に困ってんのないな。俺いないな。なんでいないんだ。日がっかれ馬宿の近くで出会ったリュネ。彼女は古のロマンあふれるのが大好き。絶滅したクジラの化石を見にオリディン地方に向かうという。いないんですけど、なんでいないの。残ったこれに埋もれてるとかそういう感じ。大丈夫ですか。なんでここに丸がついてるんだ。目だな。これノーヒントなの。なんかここでお話ししてイベントがどうこうじゃないの。じゃあこれを言うの。こんな、あ、はい、入んない。ああ、はまった。で？はまったけど。え、だから。お姉さん、あれか？あれは鹿だな。え、なんでお姉さんがいないの？リュカさんって人が、行くんだっつうから。向かったのに。
然いないんだ。そう、僕だからこれヘブラの大化石もさ、こんな感じでさ、なんか骨をつないだりとかしたけど何にも起こんねえなっつってあれしたんだけど、なんか他にも足りない部分をくっつけんのかな、ん？かな？背骨とかさ、どっか足りない部分があるんじゃないか。ああ、いた！おお、もうちょっとわかりやすいとこにいろよ。見たい。はあ、せっかく来たのにな。どうせなら両目が揃った姿を見てみたかったな。お、先にやっちゃった。だってどこにいるかわかんないんだもん。いや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 。いやいやいや。なんで石の目になってんだよ。あー、はい。うん。知ってるよ。ヘブラと砂漠だろ。どっちに行くの？ああ、わかった。ああ、これわかっちゃった。だから、イベント順番付けたんだろ、これ。だから、オープンエアって言って、どっからやってもいいですよってやってんのだけど、その、スタートのイベントが始まらないと、その、後々のやつも、始まらないから、どっかでうーんって困っちゃったりとかすると、諦めるしかなくなるんだな。だから、リュネさんっていうこの人が最初にどこだっけ、あれ、あのアッカレの馬宿のとこにで話しかけないと、ヘブラ僕ここで3時間ぐらいうろうろしたと思うんだけど、いや3時間はうろうろしないか、2時間はうろうろしたと思う。知ってるよ知ってるよ。あ、行くんだ。ああ、追っかけるんだ。ああ、じゃあ行くか。はい、うん、行くかね。ブラの大化石ここです。マジか。なんか連鎖するイベントがそれはあってもいいんだけどさ、これは運が悪いと全然気づかないってことになっちゃうよね。なっちゃいますよね。どっから入ればいいんだっけ。あれ、ここ骨継ぎしておかしいな、何にも起こんねえな、起こんねえなっつって、こっちでいいんだよね。欲しいと思ったんだよ。ああ、焚き火が焚かれてる。ここ骨継ぎしたんだ。2箇所3箇所だっけ。まあ、知ってる。写真も撮った。骨が外れてる。あれ、リセットされてる？
あ、やっぱり僕つないでるんだ。イベントに先回りしていってる。はい、あ、やった。これで2つイベント終わったから、あと3つだ。じゃあゲルド行くか。うん。知ってる知ってる。よし、じゃあこれでイベントがちょっと進むんだね。で、コログ一匹見つけたんだね。やっぱでもイベントをかけてるとコログにまで行き着くのがちょっと大変だな。どうするんだっけ、この辺から通れる。よし、で南西方向に。だけど龍さんに飲まれる可能性があるんだよな。大丈夫か、暑くない？暑い。はい、冷たいの装備して。全然見えねえな。ん？モルドラさんこの辺にいるか、もしかしてモルドラジークがいるか。あとサンドブーツ、サンドブーツ。あ、もうですか、早いな。あれ？あれ？大化石がないぞ。ゲルドの大化石って書いてあるけど。あ、ここ地下に行っちゃったの。よいしょ。ここはやってないんだよ。さあ、ここは何を直すのかな。その前に、今大化石も見つけたからパーセンテージが 93.69% になってる。コログ1匹見つけてこれをやったからか。え、じゃあミニチャレンジのイベントで上がってないのか。まあ69で覚えとこう。はい、子供？うん。ああ。頭の部分しかない。うん。ああ。ペアコクジラが並んでる姿見たいわ。胴体やし、ここの化石。はい。どうせどっかぶっ壊すんだろう。おう、こら。ああ、じゃあなんだ、背骨とヒレみたいなのを見つけりゃいいのか。戻ってきちゃった。歩いてもしょうがないんだけど。ん？だから一番最初がオルディンでしょ。でオルディンで、次がヘブラでしょ。で1個目玉を入れるのと、
オールディンが2箇所だったような気がするんだよな。ってことは、ここは3箇所はめるところがあるんじゃないかな。あそこにあった。まず1個。やっぱり1回来てるんだ、僕ここ。コログいるもの。これが取りたいんだけど、取れないから。よし、出てきた。はい、3箇所かな、多分。まずこれに、これをくっつけて、これで、修理、風をくれ。これが尻尾だ。だけどヒレがない。あれ、角度が違うか。ああ、全然違う。これで、あと一箇所。多分こ、どっちだ？どっちのヒレだ？おー、なんだ、もうちょっとちゃんとして。こっちのヒレが多分どっかにあるんだと思うんだ。はあ、吹き飛ばすための扇風機があるんだ。1箇所、2箇所。あれでいいのかな？上ぶっ壊した時の、はい。なるほど。あ、通れなさいよ。二個、いや、三つ目はさ、三つ必要なんじゃないかな。なんか落ちた。あ、外れてる。絶対手があるよな、これは。背骨が見えてたから、全部ぶっ壊すのかな？これはめんどくさいな。ルージュ。
ルージュちょうだい。ルージュさん。頼む。そうそう。届かないの？もしかして。ルージュちゃん。あ、これが落ちてきたの。この辺ちょっと崩してもらおうか。うん、まだ崩れないね。ああ違う違う、背丈が似てるからごめん。ダメか。じゃあ入れ、入れなくていいのかな。もうでもなんかこの辺にもうこもりがあるよ。チューリ、よし、ここお願いね。あー宝箱だ。水の中ん？これは何？え？石？石っぽいな。チューリー、チューリー、おい。ここもね。岩を壊す。砂を吹き飛ばす。あっ、これか。違うな。左手はどの辺に入ってるかな。左手。それでもいらないのかな。がおかしいよ。こうでしょ。え、これでいいの？あ、部品としてこれが1と数えれば2、3でもいいの？コクジラ。まあ。はあ、やっぱりコクジラちゃんだったのね。え、パーツ合ってんの？まあ、顔も含めて3パーツってことか。うん。いえいえ、とんでもない。満足だ。オルディン、ヘブラ、ゲルドといろんなクジラちゃん見れて、この親子は最高に可愛い。
私絶滅したクジラの親子に囲まれてずっとここにいるわ。終わった。さてパーセンテージは、あー終わったね。メガネはわかんないんだよな。井戸マニア、井戸マニア行くか。井戸あんま見つけてないんだよね。コルグも見つけてるし、散々歩いたから大丈夫だと思うんだよな。ヘブラ、メガネ岩、せっかく来たしやる？ちょっとだけやろうか。よし、よし、まあちょっと進んだ。あ、あとパーセンテージ見てなかった。イベント1個やるごとにパーセンテージが上がるんじゃないの？それとも、コログと地図の配置のみなのかな？パーセンテージが 93.69。 あれ変わってないんじゃないか。あれイベントこなしても 0.4 上がらないのか。ミニチャレンジってやれなくていいのか。 100% 埋めるためには純粋にコログと地名だけなのかな。かな。パラパーン。地図開いて、一番近いのがあそこか。どっちだ、あっちか。どっちだ、あっちか。いや、ていうかこっちに飛べばいいんじゃない。いつも眺望台から行くけど、こっちでいいんじゃない。ああ、もうちょっと長物やめて、短い剣にして。どっち、どっち方向を向けばいいの。メガネ岩はこっちだから、ああ邪魔だな。いいか、延長線上のところでいいか。これでこっち向いてこうか。これ邪魔。見える？メガネ岩。ん？どれだ？これか。見えねえな。ん？ああ、隠れて見えねえのか。なんだ？こっちなら見えるのか。メガネ岩がどっかわかんないんだよ。ピンクのピンをまず探せばいいのか。ピンクのピンはどこだ。ピンが雲に隠れて見えない。あれ？ピン。もうちょっとこっちを見るの？あれ？ピンどこに行ってんの？あれ？さっきピン見えたんだけど。あれ？ピンが見えないぞ。なんでだ？ああ、そらそうだ。こっちを見る。邪魔。これでピンが見えるかな。ピンが見えないってなんだよ。どこにもピンが立ってんのが確認できないよ。ピ
金はどこですか。ああ、鳥だ。全然わかんない。メガネ岩。メガネ岩の方向はここで合ってるの。うん、ここで合ってるな。ここか。笑うメガネ岩。あ、出た！出た！は？どこが笑ってんの？ああ、でも取っとこう。ああ、時間は？時間は？ 6 時、6時25分。どの辺が笑ってんすか？え？おお、どこから狙っても笑うメガネ岩になってる。え？じゃあこっちから狙ったらどうなる？ああ、ここだと隠れちゃうのか。隠れちゃうの。ああ、この位置じゃねえとダメなのか。なんで？理解ができてないんだけど。なんで笑ってるように見えんのこれ。もう一枚撮ろうか。で、ちょっとアルバム見せてもらっていいですか。これか。フレームを外して。ああ、これはリト族が悪いね。あ、わかった、わかった。これは、だから、あれだろ？メガネ岩がちゃんとメガネの目の位置になってて、真ん中に鼻が縦線で入ってて、で、下にこう、曲がってるのが口になってると。見えねえよ！で、マップで見ると、こういうことだよな。だから、ここが口で、ここが鼻で、で、ああ、そっか。それが遠くにあるメガネ岩で、あ、これは地図見ても全然確認できないんだ。ああ、こんなのわかるかよ。わかるかよ。ふざけんなよ。あ、取れた。取れましたけど、うん、分かった上で笑うメガネ岩はすごい難しいと思う。なんだろうな、なんか釈然としねえな。解けたけど、じゃあ報告しに行こうか。ピン、ピン。僕はてっきりここがにっこり笑ってるのかなとかさ、リト族だから鳥が笑ってる顔なのかなとかいろいろ思ったけど、ああ、わかんねえ。やっても、まあでもやっぱ日にち置くからできるのかなこういうのな。昨日だったら多分溶けてないんだよね、これね。どうせ足場が必要なんでしょつって。ああ、空島からアクセスなんだね。地上からでも行けんのかと思ってた。っていうか、そう、だからストーリーにさ、
ストーリーにさ、リト族が空島に関わってる、ああ、チューリが言ってるのか。でも、その、一般リト族が空島にいないじゃん。空島に何人かリト族が歩いてるんだったらさ、ああ、リト族は空島で、なんかするんだねって見つけてないだけなのかな、僕。この写真でいいですか？ああ。うん。お写真、これで大丈夫ですか？自信がないんですけどね。こっちの方がよく撮れてるのかな、うん、これ納得いかねえ。ああ映ったっつって、やったっつって、いやなんかやった気がしねえな。うん、やっぱり少し寂しかったのですが、心がポカポカしました。ああ、でも溶けた。絶対井戸マニアの方が早いと思ってた。やっぱわかんないよ。うん、ああ、ありがとうございます。ああ。うん。ひんやりきのこリゾット、牛乳ときのことチーズかな。うん、終わった終わった終わった。閉ざされた馬宿彩る絵1終わりましたね。カラカラバザールまでは行く気はないんだけど、カラカラバザールにもイベントあるかな。ワープじゃなくてちょっとこれで行こうか。で暑いと思うから冷たい装備で僕ずっとリト族はさ、その空は飛べるけど、お、誰かいた。ちょっと待って、おー、なんだ、いた。はい、お運びいたしますよ。どこに。あー、はい、あ、動けない。あー、しょうがないね。どうした、二大月を取り去る。さて、おー、いたいた。カラカラバザールはじゃあ後だな。こいつ運ばねえと思う。いいかな、振り落とされるなよ。遅い、あれ遅いぞ。これは思ったより遅いな。うん、どうせ割れ目があるんだろうから。あ、引いちゃったな、ごめんなさいね。割れ目を避けて、あれ、はい、大亀裂って、ああダメなのか。わかったわかったわかった、連れてくから待ってろ。さあどの辺、君の友達はどの辺にいるのかな。あっちだった。すいません。はい。
ごめんごめん、あっちだって。あ、こんにちは。ああ、洋服ね。はい、すみません。あっちだって。はい。勘違いしちゃってすみません。ああ、そっか。あ、動かない。あ、ザラシが動かない。やばい。そうだよね。自分で何とかすんの？痛い。右に曲がりたいんだ。そう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 。はい。じゃあ氷の場所ぐるっと回っていく。こちらこっちはこっちで段差ね。こっちね。結局ソリ乗ってる間に移動力アップがなくなっちゃった。はい。いい？いいよ。よしよしよし。2個手に入ったから、パーセンテージが 93.78 になりました。よし。ちょっと増えたか。じゃあ行こっか。あれ？なんで反応しないの？おい。あれ？あれ？あ、これイベントでコルグくっつけたまんまだとなんかおかしくなるのか。行きませんか。攻撃したら行くかな。ああ、なるほど。もう完全にダメ。あった。バザールに行こう。あ、カラカラバザールのとこ連れてけばよかったのか。なるほど。なんかイベントありますか？上に行ってみよう。どっちが早いんだこれ。もうめんどくさい。よし、こっちで行こう。お、なんかいる。コログがいる。よしよしよし。上か。いけない。ああ、なるほど。あ、しまった。しまった。こういうことじゃないんだ、多分。トーレルーフでどっか抜ける場所なんだ。
立てるか。立てるな。あー、あったあったあった、あれだ。あー、優しい。やさー、ごいごいごい。よーし、取ったぞ。よいしょ。これでコログが920ぐらいになったのかな。パーセンテージが 93.82%。 はい、人はいないね。人はいないんだね。井戸。井戸って見つけた後にこう、なんだろうな。見つけるじゃん。その後別にこう、進みたくはないんだよね。見つけただけで井戸マニアの人は納得してくれんのかな。一回も中入んないとダメだよ、みたいな。危険はいち早く、なんちゃらかんちゃら。テリーはここ前作と同じ場所ですね。いやーでもメガネは終わってよかったけど、納得いかねえ。納得いかねえ。よいしょ。まあでもそれは、ああでもまあそうだよね。ずっと見つけられなかったんだもんね。大化石がでも終わったのは良かったな。 3匹終わったのはとても良かった。じゃあ一回戻って井戸マニアと話してくるか。カラカラバザールのてっぺんになってる。あ、だから砂漠まだ全然探してないんだな。919です、今。あと1個、コログ見つけたらキリがいいんだけどな。どうだろうな。あれ？読み込みが終わらないよ。なんで読み込みが終わらないんですか。よし、じゃあ、井戸マニアにお話をしよう。だ、長物装備しないで。目が、持ってかれちゃうんだ、あの光ってんの。おい。どうですか。2、3箇所見つけたと思うんだ。うん。シエル、50何個ある井戸のうち今何個？5個。ああ、結構見つけてる。あと24箇所井戸がある。ああそう、そうね。探し物を探す道具でもあったら便利なんだけどな。井戸って探せんの？アルバム、あ、じゃあマップ探し物。ある井戸探せる。はあ、覚えとこう。初めて知った。初めて知った。井戸探せるんだ。逆逆。よし。あと一個コログが欲しいな。どこにいるかな。いそうな場所とか、過去作で置いてあったコログの場所で、なんか見当つきそうなやつ。ゴングル山は全然なかったんだよね。ゴングル山はね、まあでもあるかもしれないけど。なんだろうな。あ、そっか、そっか。だから、マーク。マークがついてる場所は多分
運ばなきゃいけない場所だから、あそこにあるんだ。よし、今日はこのコロムを見つけたら終わりにしよう。はあ、メガネはふざけんな。空島から見れるっつうのかな。なんかなっていかないんだよな。どの方向？まっすぐね。最後だからゾナウギアとかでやってもいいかもしれないね。友達のところに行きたいんだろう。じゃあ連れてった。はい。ああ、いたいた。なんか友達とはぐれちゃって、もう疲れちゃって全然動けなくって、じゃあなんとかしよう。そうだね、そうだね。ブループリント。あ、いいぞ。骨が出せる。これを出すにはコストいくらかかる ?9! んーじゃあ、作る。よし、これにコロム乗っけてやろう。それで、もう一個、あれを出したい、あれを出したい。ブループリントで、履歴で、これなんだっけ、檻か。目玉出したいんだ。これ目玉とライトがついてるんだよな。よし、うわー、コスト12。よし、これも あれだろ、作れなくなるアイテムだから。これライトがコスト高いんだよね、多分ね。あれ、あ、これ外したら消えちゃうのか。なるほど。まあでもライトは消しちゃっていいだろう。あ、消えた。おお、ふざけんな。ああ、なんでだ。両方消えちゃった。これを一個にまとめればいいかなと思ってさ、まとまんないんだな。ブループリントに、だから、さっきの竜を記憶させないとな。竜を記憶したい。これ。これを記憶。ああ、いっぱいなんだね。じゃあ何か消さないとダメなんだ。いくらでも買いが効きそうなやつは、宝箱つなげるのはいくらでもできるからな。宝箱かな。これをお気に入りを削除して、で結局まともなマシンじゃなくてこういうレアっぽいやつを登録するんだな。でもこれはもう二度と作れないんだろうから、これで行くしかないよな。
し、これにタイヤをつけて行ってやるぞ。よし、登録したからな。大丈夫だね。に、食料鍋。鍋。よし。これは、繰り出せば。ああ、そうか。鍋。よし。で、なになに、鍋に。アクロに強いやつ。ただ重くて走らない可能性があるけど、これバラそうとするとダメだ。あれ、変なとこがついたな。この外すのにさ、結構ミニスティックを使ってんだけど、それが良くないんだろうね。それがこう。余計な分が増えたから、下につかない。あれ、全部こういう風についちゃうのかな。動くかな。ああ、そうだね、全部こういう風についちゃう。ついちゃった。
さいな。今作ってる最中でしょう。楽しく恐竜マシンを作ってるところでしょうよ。ブループリントは難しいな、扱いが。曲がって見ちゃって。これ操縦桿どこにすりゃいいの？ここか。動かした瞬間バラバラになりそうだけど、大丈夫かな。動くかな。どうかな。動け。全然動かない。ああ、取れちゃった。あれ？こっちのタイヤも取れてる。サスペンションが意味ないのか。てか弱いのか。じゃあこの裏側にちょっと浮くように浮くように扇風機でもつければいいんじゃないの。さあどうだ。多少浮くだろ。ビクともしねえな。サスペンションが多分ダメなんだろうな。違うんだよな。
おい、ここが浮けば、あとはつけろ。走れ、走るのかな。行くぞ。あ、動いた、動いた、やった。曲がらない。動かないな。もうタイヤをつければ馬力が出るのかな。そういうわけでもないと思うけど。なんでそんなの。まあそうなるか。だから浮遊石もう一個つけるか、下に台車を引くか。台車を引いて、でこの台車に台車につけて、で、つき方がおかしい。これはどうしたらいい？この台車を外すといいのかな？そうすると両方外れちゃうんだよね。で、
これはどこに何がつこうとしているんだ。ああ、いいぞ、いいぞ。六輪車になりました。よし、立っとこう。ああ、乗れない。どうやって乗ればいいんだ、これ。変かな。よし、操作。待ってろ、友達のところ。ああ、早くなった。友達のところに連れて行くからな。回ってないな。回ってないな。タイヤが回っていないよ。これでいいよな。待ってろ、待ってろ、連れて行くからな。どうだ。あ、走った走った走った。友達の煙どこにあんの。あ、爆弾がある。どこの友達に会いたかったんだっけ。おお、いいいいいいぞ。ぶつかった。全部たたんだなこれ。いやー、でもでかい車ができた。ロボット作るときもうこれでいいんじゃねえかな。行け。うひー。走るのと作るのが楽しすぎて。ああいいねいいね。よし、恐竜マシン作ってやったぞ。一応恐竜の骨だけだとコスト8だっつうのもいいよね。でさ、僕さ、申し訳ないんだけどさ、どこに連れてきゃいいの。え、どこ。あっち。え、僕何か間違ったのかな。これは空飛ばないと思うんだよね。とりあえずもうちょっと頑張るよ。一応ちゃんと曲がるし。乗り上げたの？よし。これ坂登れないんじゃないかな。切り返し切り返しで。友達のところに行きたいなぁ。
頑丈そうだし、良さげなんだけどな。坂は登るのかい？よし、頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ。あー、滑ってる。滑ってる。頑張れ。頑張れ、頑張れ。これ、浮力が関係ねえんじゃねえかな。だから、これを外して、この浮力をさ、こっちに。前進するの、どどどどどどど。前進する能力に、これも、こっちに。それで、あ、このタイヤが回ってるけど意味がないのか。なるほど。設置してないんだね。あ、するとあー変なとこで接着してる。よし、ね、これでいこう。ちょっとはパワーが出るだろう。楽しい。動け。扇風機の力も使って、おお、キルキルいってる、キルキルいってる。いけ、いけ、登れ。よし、行くぞ。レッツゴー。全然浮かない。もう絶対手で運んだ方が早いんだよ。なんだあの光ってるの。はあ、ロマンあふれるんだけどな。で、白だろ、めんどくせえな。全然浮かなかったな。ねえ、これはダメなんじゃないかな。何もかもがうまくいかないな。あ、なんか引っかかった。おお、引っかかったぞ。友達のとこに行きたいんだってさ。
ドらしいんだよ。君の友達の煙はどこにあるのかな。もう一回教えてもらっていい？どこにあるのかな。せっかく作ったけどもう捨ててく。これロケットつけても浮かないらしいんだよ。これロケット1問じゃ全然ダメだよってことなのかな。こうやって吹かすけど全然上いかないんだよね。ほい。ああちょっと浮いた、ちょっと浮いた。だけど重さに対して何もできないんだ。そうか。わかった。大失敗だった。悪いことをした。全部のコストが無駄だった。じゃあ、さよなら。せっかく作ったのにな。よくないらしい。上に行かなきゃいけないんだよね。だから、やっぱ僕が考えるのはあんま良くないんだな。ちょっと待って。うん、取れろ。よし。いやー、かっこよかったんだけどな。いや、せっかくだからこの頭だけでも使って。これあた、ああ頭だけ消えるのか。なるほど、消えちゃった。だから触って外そうとするところが消えるんだなって感じなんだね。だから尻尾だけ残っちゃうんだね。そうするとね、一晩かかって一晩かかって何にもできない。これでこれでこれでいいんじゃないの。よし、どうだ、行くだろ。ダメだ、おお、ダメだ。なんでダメだ。あっちね、あっちに行けばよかったのね。あー、悲しい、悲しかった。
いやー、結局つかなかったな、恐竜マシンではな。残念でした。よし、着陸。おお、ひどいな。よし、よし、恐竜マシンではつかなかったよ。はい、お待たせしました。はい、はい、OK です。ちょうど表示的には500になりましたね。またねーっつってね、今日は以上になります。終わります。セーブしよう。まあでも、あの恐竜マシンはちょっと面白そうなので、まあどっかでやれるといいなと思います。コログが921までいきましたね。明日も頑張ります。